はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さんは、史上最強の魚族モンスター、何かご存知ですか？まあいろんな魚族モンスターがいるんですけれども、一番強い魚はね、何かっていうとね、これなんですよ。超コシガイオ、シーラカンスっていうね、このモンスターがね、まあぶち壊れレベルで強いんですよね。昔からね、言い伝えられている最強の展開札モンスターでございまして、魚の。一旦に一度、手札を一枚捨てるとですね、これ書いていること結構おかしいんで、ちょっと、見ていただきたいんですけども、デッキからレベル4以下の魚族モンスターを、可能な限り特殊召喚するって書いてあるんですよね。可能な限り。つまり、モンスターゾーンが4枠空いていれば、このカードでなんとモンスターを4体出せるんですよ。やばすぎませんこの展開力をね、まあ、今回は、使っていこうかなと、いうふうに思ってまして、デッキはですね、こちら。ですね、どういうふうに展開していくかというと、基本的にはこの、超古神海王シーラカンスさんを墓地に送って蘇生して効果を使っていくっていう、そういう動きですね。まあ、例えば死者蘇生であるとか、蘇生札なんですけれども、デッドリーフっていうモンスターが召喚特殊召喚判定召喚に成功するとデッキから魚族をおろまいできるっていう効果があって、でこのデッドリーフで、まずシーラガンスを落とせるんですよね。でデッドリーフは魚族のレベル4なんで、結構あのブリンセスからアクセスしたりとか動き方がね、割とあるという、まあ、アクセス手段が結構意外とあるっていう、まあ、これが、使いまして、でさらにですね、レベル4を2体並べるギミックが結構今回はいっぱい入ってるんですけども、これなんでかっていうと、デュガレスっていうね、この時知らずのデュガレスっていうモンスターがいて、これレベル4、2体で作れるんですけども、こいつの、効果で、墓地からモンスターを特殊ができるっていう、まあ、その代わりにメインフェーズ1スキップするっていう効果なんですけども、次の。この効果を使うと、効果無効になってないシーラカンスが出てこれるんですよ、墓地から。レベル4、2体並べるだけで。あとはだから、デッドリーフを召喚か特殊召喚して、墓地にシエラカンスを送ったらレベル4を2体並べばいいだけなんで、今回は例えば、サイレントアングラーであるとか、あとこの、レッドルトフュージョンとかインサントフュージョンを使ってこのレベル4 のレアフィッシュっていうほど謎の魚族モンスター、まあ、これを、出していけるようにして、でこの2枚で、動いていくみたいなイメージですね、はい、であとは手札を手札の誘発を無効にできるこの破壊のマッサーズをガン積みして、無限法要とかエフェクトベーラーとかそれうざい手札誘発を、除外して、ケアしていくっていうそういう感じですね。で万が一そのデッドリーフ万が一というか、デッドリーフが引けない時もあるわけですよ、基本的に。なのでそういう時はブリンセスとか、カッターシャークを使って、ランク4ビートをしていきます。で水属性のモンスターでランク4が結構やりやすくて、バハムドシャークとか、あとそれからステルスクラーゲンとかこれのモンスターですね、これがやりやすいので、この辺を使っていきます。ここ のステルスクラーゲン と、この、エフィラ、ここの枠は正直未来流王と、なんだっけ FA とかでもいいかなとは思います。今回は僕は魚族お魚デッキなんで、一応水族だからクラゲ入ってますけど、ここ未来流王とかにしてなんだっけ、FA とか入れて展開していってもいいと思います。はい、アーゼウスと、ハリファイバー、ハリファイバーは展開で使うんであれですけど、アーゼウスは最悪なくてもなんとかなれやしてるけど、あった方がいいかなっていう感じ、っていう、デッキですね。先行展開では、バロネス、ドラガイト、それから、モノケロス、そして持ち帰るというね、あまりに最強の魚族モンスターと、魚族じゃないけどなんか魚っぽいモンスターが、出ますんで、よかったらね最後までご覧いただきましょう。ゆるスタンバイ。さあ、イニシエより伝わる地最強モンスターをね、今回は活躍させていきたいと思いますよ。史上最強展開をお見舞いして差し上げましょう。まずは、ワンフォーワンを発動。ワンフォーワンの効果によりカードを1枚墓地に送り、モンスターを1体墓地に送り、デッキからレベル1のモンスターを1体特殊召喚できる。ハルララ、なるほど。黙っていただくしかあればいいな。墓の指名者の効果、墓の指名者の方により、ハルウララをゲームから除外していく。お前は一回黙ってろ。絶対に展開を通すために、墓のとマスターがガン詰めしております。そして、ハルウララをゲームから除外して、ハルウララの効果が無効、そしてワンフォーマー通る。つまり有効。
ハルラー向こう寄って行こう。そしてプリンセスを特殊召喚し、プリンセス特殊召喚成功し効果、自分がピュッてなっていくことによってデッキからレベル4の魚族モンスター一体を特殊召喚できる。現れよ妖怪魚デッドリーフ。そして魚族版愚かな埋葬発動。魚族版愚かな埋葬によってエグすぎるモンスター、超古神海王シーラカンスを特殊召喚。そして俺は手札でマジックカード、あ、これあれだな、ちょっとあのニビルケアできねえのこれ、マジか、ちょやりすぎたか、これちょっとニビルケアできないぞ、大丈夫か、ニビルケアできないからニビル食らうなこれシーラカンスを蘇生してもちょっといまいち弱いしな、まあ行くしかねえか。白タウナギを出していく。でレベル4のモンスターが2体並びました。そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、現れよ時知らずのデュガレス。デュガレスの恐るべき効果、メインフェーズ、次のメインフェーズをスキップする代わりに墓地に存在するモンスター1体を特殊召喚することができる。ちなみに効果は有効。そして現れよ超過深海王シーラカンス。シーラカンスの恐るべき効果発動。手札を1枚コストロして墓地に送ることによってデッキからお魚をいっぱい出せるぞ。うおー最強お魚4体特殊召喚、手札コスト1枚が4枚に。バクアドバクアドうおつえ相変わらずコロモンサクソつえな、コロモンサクソつえやんけ。で、ですね、まずはハリファイアしましょうか。デューガレスがもうちょっと邪魔なんで、デューガレス君とこの、グリーディスという謎のモンスターでリンク召喚、現れよハリファイブ。あちなみにメインフェーズ1スキップされちゃうんで、全員攻撃表示で出すしかないので、ちょっとライトニングストームとか食らっちゃうんですよね。だから まあそこをね無効にしたらいいんですけども、まあ、とりあえずハルウララを出しますと。そして、ハル、シーラカンスにハルウララをチューニングしていきましょう。でここで一応、まあ、もう遅いですけど、まあ、ニビルあったら絶対打ってますけども、まあ、ニビルは一応ケアできるという、ケアできるところはできてないな、一応こういうことができるよということを見せていく。最強のお魚モンスターフルールドバランスを特殊召喚。そしてレベル4のカッターシャークにレベル3のグリーディスちゃんをチューニング。鈍食魚、貪欲にね、貪欲にシンクロ召喚していきます。そしてホワイトオーラモノケロス、モノケロスシンクロ召喚成功時効果、墓地の魚族を特殊召喚できる効果に支援し、グリーディスの効果発動、あ特殊召喚するんだこれ、カッターシャークですね。墓地のグリーディスの効果、相手の手札の枚数かける200分打点がアップするぜ。今あと800ですね、800ポイントアップ。そしてカッターシャークを特殊召喚し、カッターシャークの効果とシーラカンスでできたモンスターの効果も動かされるか、新境召喚してもう一回墓地から出せば、そんなことは関係ない。俺はカッターシャークと同じレベルの魚族モンスター一体を特殊召喚できる。そしてライトハンドシャーク、ライトハンドシャークを素材にしたモンスターは戦闘では破壊されない。俺はカッターシャークと、ライトハンドシャークでオーバーレイエクシーズ召喚、バハムートシャーク。そしてバハムートシャークのモンスター効果発動、バハムートシャークのモンスター効果により、カッターシャークを墓地に送り、エクストラデッキより史上最強のカエル現れよ、持ち帰る、ピューン、かわいいな、お前はかわいいな。そしてデッドリーフの効果、デッドリーフの効果によって、墓地に存在して魚族モンスターを3体デッキに戻すことによりカードを1枚ドローできる。なんとこれは深海魚いらんか、これもう。さあこの3枚をデッキに戻し、うわーっ、あでも一応あれですね、バロネスで蘇生するタク残ってるからシーラカンス残した方がいいか、これ一応ワンチャンし、バロネス残ることはないと思うけど、まあ、バロネスがワンチャン残った時のために、バロネス以外のモンスターがなんか全部知られた時のためにシーラカンス残しておくべきなのかもしれない。シーラカンスはね、手札コストあれば別に毎ターン使いますんで、効果は、あてか毎ターンっていうか一生使います、耐えちゃいんで、名称しての、まあ、ここは一回ねハリファイアの効果使って、エクソシスターですね、ゴーストバスターズ、さあゴーストバスターズデッキ、とりあえずクオンダイも特殊召喚していくぜ、クオンダイも特殊召喚し、そしてレベル4のホワイトスティングレイにレベル4のクオンダイもチューニング、シンクロ召喚現れよ、これが史上最強の水属性モンスター、レベル8アダマシアドラガイト、
これでマジックトラップカードを1回無効、そして何でも無効が1回バロネス、そして、持ち帰るでも何でも無効が1回、最強だぜ。持ち帰る効果使うかこれ、エリス。もうなんか並ばなかったらあのデッキ多分ねもう無理なんで、多分これ並ばんかったら無理やから。でステラの効果もね無効してもいいと、これ持ち帰る効果、持ち帰るの効果によってこのカードを墓地に送ることにより相手が発動した効果を無効にして破壊し、そして再セットすることができる自分のフィールドに。ただ正直エリスはいらねえいらねえ、邪魔、それは邪魔。さあ残念だったな。持ち帰る君の効果によって持ち帰るが戻るぞ。これでもう一回持ち帰るを次のターンにも出すことができる。最強だ、なんて最強なんだ。ああ一応メインフェーズ1スキップされるんでちょっとバトルフェーズになっちゃうんですけどね、次のターンすぐにね。さあステラ効果、手札からモンスターを展開する効果にチェンジ、フルールドバロネスの効果、相手の発動した効果を無効にしていけ、これが最強盤面、あまりに強い、あまりに最強まあそうなるわな、まあそうなるわな、そりゃ何もできんわな。でバロネスの効果はもういいですね、別に蘇生して強いやついないですねこれ。シーラカンス残しといてさ、なんかあれだよね、グリディスもう一体デッキ入ったらグリディス出してきてなんかもう一回バランス出すってやばいもんでいるよ。いや、おい残念でしたね。これがシーラカンスのパワーなんですよ。相手に一切遊戯王をさせねえ、これがシーラカンスのパワー。対戦ありがとうございました。これはランク 4B としかできないか、ランク 4B としかできないな。カッターシャーク召喚するしかないか、カッターシャーク召喚レトルト展開できないよな。レベル8シンクロしたところでハリファイは一応出せるけど、まあカッターシャークの方が強いなこれね。ちょっと温存しておきましょう一回。いいや、デッドリーフ特殊化するか。はい、でとりあえずエクシーズしてこうして持ち帰る出してエンドか、まあ、今回しかないな。ニビルケアも一応できてるしね、これでバハムードシャークで、バハムードシャーク効果発動をオーバーレイユニットを1個使って、これで一応次のターンにした蘇生で何でしたっけ、あのデッドリーフ出して、であれですね、シーラカンスしてみたいなことはできるから、まあちょっと一旦これで様子見ましょうか。まあちょっとリソースは残しておいて、まあ持ち帰る1枚ごときで止まってくれなそうな気がするけどね今の環境ね。ライトニングストーム、でもこれライトニングストームパクれんじゃん、これやったライトニングストーム、これはからかんかある。ライトニングストーム、これあれじゃない、なんか持ち帰るくんでさ、やった、パクれた、やった、マジライトニングストームもらえるんすか、やり、持ち帰るくんのテキストはしっかりと読み込んだ方がいいぞ。さあ、持ち帰るの効果発動、持ち帰るで、まあ、持ち帰るを戻しておきましょうか。で、次のターンがあれですね、相手全部っぱしてきたら、これライトニングストームぶちかましてからもう動きますから、これめちゃくちゃ強いですよ。さあ、なんかやばいんじゃないですか、これライトニングストーム、あと音、あーめんどい、まあそれ先にやってからライトニングストームじゃないだとしたら、アレイスター、はい、なるほど。でアレイスターで召喚魔術持ってくる、で召喚魔術打つ、なるほど。これ呼吸トス出す、もしかして呼吸トス出る呼吸トス出るのめちゃくちゃ強いじゃん、これライトニングストームケアしてくる、これもしかしてまさかのアレイスターからの、やばい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 、あ、2ミル、あ、ミルカバーか、なんだよお前、呼吸トスかと思ったやんけ、お前ふざけんな、ぬか力もさせやがってよ。今んところ俺呼吸トス出されたことないんですよね、多分マスターデュエルやっててこんだけ召喚獣いいのに、あんだけなんかデュエルリンクスっていうゲームではめちゃくちゃ強かったんですけど、なんかこのゲーム全く呼吸トス見えんの笑うな。ドエン怪獣どこらも来ちゃった、あー強えなおい。あーでもそうだよね、ライトニングストームケアしないと相手きついもんだだよな。これひらめいちゃったぞ、俺ひらめいちゃったぞ、これこれレベル7だろこれやべえ、来た圧倒的シナジー、ドグラントの圧倒的シナジー
ドガナを送りつけるときはこうなることを予測しておくんだな。いけ、フルルドバロネス。うおー、最強で、これでメルカバー破壊するって言ってメルカバー効果使ってここにバロネスすればいいんだな。で、メルカバー効果使う。で、メルカバーでアレイスターを捨てて無効にするか、その効果を無効にしていく。だからメルカバーどっか行った。オッケー、いいぞ。あとはドゴランだけやな。ドゴランだけやって余裕でしょ。召喚剣使っちゃったか。まあでも一応死者蘇生あるから、蘇生してリュガレスムーブしますか。蘇生して、で、デッドリーフ出して、シーラカンス落として、で、レベル4簡易してレトロとかなんかして、で、レベル4並べて、で、デュガレス出して蘇生ですね。来た。さあ、デッドリーフの効果と、デッドリーフの効果いいか。妨害されたって俺は絶対にシーラカンスを諦めねえ。人の夢は終わらねえ。インスタントフュージョンの効果発動。インスタントフュージョンの効果により、デッキからレアフィッシュとかいう意味不明融合モンスターを特殊召喚。これは魚族であることだけで採用されております。魚族レベル4で、レトルトでも、なんだっけ、インスタントでもどっちも出せるという理由だけで採用されております。さあ、時知らずのデュガレスを特殊召喚。さあ、時知らずのデュガレスの効果。あヤース。これトークンいくつ？守備。トークンの守備いくつ？あ、お高い結構。てめえなかなかやるな。ちょ、デッドリーフの子活動するか。デッドリーフの子活動して、一応すると3枚戻して1枚ドローするわ。あー、シーラカンスいっちゃうのか。あんましょうがねえか。で、こうしてちょっとなんか展開力聞かねえかな、これ。展開力の声。あ、勝った、来た。いいね。勝った、いいね。勝った、ええやん。まあ、次のターンか、展開は。じゃあ、まあ、これでエンドだな。どうせそんな簡単に原始生命体トークンしょれねえだろう、多分だけど。そんな簡単にはしきれ。やべ。さあ、仙台からってワンドロー。いいだろう、いいだろう。え、サンダーザキング。でも打点が超えてるぞ。それでも打点は超えているぞ。俺のターン。いいぞ、ニビルトークン。あのゴミモンスターは守備力600しかねえからな。チキンレースでこれ破壊するんだ。まずはチキンレースで1000ライフ払って破壊しよう。ちょっとお前があるとダメージが入んねえからな。でだ、勝った召喚からかな。これクラゲだな。これクラゲ行こう。カッターシャーク効果と、カッターシャークの効果により自身を対象に取り、このモンスターと同じレベルの魚族モンスター体を特殊召喚できる。そしてこの効果の発動後ターン終了時まで、エクシーズモンスターしか特殊召喚することはできない。そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚現れよ。猛毒症ステルスクラーゲン。これでフィールド上のモンスターすべて水属性になる。そして猛毒症ステルスクラーゲンの効果、フィールド上の水属性モンスターを破壊し、その攻撃力の半分のダメージを与える。5500計算します。計算終了。サイレントアングラー攻撃表示。バトルフェイズ。いやー、これがシーラカンスなしでも戦える魚族デッキのパワージェイ。ありがとうクラゲパイセン。パイセンありがとうございました。あー、なんもねー、なんもねーの無理だ。なんかやっぱ遊戯王ってクソゲーだな。あカレード地区できちゃったわ。やばいやばい、終わった終わった終わった。あー、終わったくせー、終わったくせー。いやマジでこんなのさ、でもさあれだよね、なんか誘発引けてなかった時点で終わりだからよ、このゲームよ。なんかもうちょっとなんかゲーム性どうにかなんねえのか、このゲーム。カードパワー高すぎてよ。なんかマジでさ、e スポーツとかもしやったらするじゃないですか、このゲーム。なんか放送事故ワンチャン起きるよね、多分。そう、なんか何の妨害もなくて、なんか先行なんか6妨害が構えられて、でなんかヒーヒーってなんか泡吹いて倒れるみたいな対戦相手が。なんかありえると思うんだよね、これ。このゲーム、なんかコナミはどうやらなんかこのゲームをなんか e スポーツ化してとかどうとかって言ってるらしいですけど、まあなんか僕は放送事故が起きると思いますけどね、個人的には。
トイレ行ってきてもまだ展開終わってないの。草俺で聞き気象デスポリス。あ、なるほど。お前誰やお前。プリンステスオーム。え、いった。あ、え、これってもしかしてあれですか、プリンステスオームさん。これ、あー、単位じゃない。え、これなんか俺聞いたことあるんですけど、プリンステスオームでワンキルするときになんか闇属性めっちゃ使うと、なんかひたすらに横から出てきて、なんか全闇属性モンスターリリースすると相手の発生ライフ焼き切れるって聞いたことあるんですけど、これ僕死にますかね。あー、死ぬね。あ、死ぬね。これ、あ、死ぬね。ああ、ちょっと一回通報していいか。